マヌエル・アルトロ・マジャドは、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身の、プロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のサンディエゴ・パドレス所属。愛称は、ミスター・マイアミ。ヨンダー・アロンソは儀系にあたる。ボルチモア・オリオールズ時代2010年の MLB ドラフトでは、ブライス・ハーパーに次ぐ、ナンバー2の野手とされ、1巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名される。 スコット・ボラスが代理人を務め、契約には5 2五万ドルを要した。2012年は2年連続でオールスター・フューチャーズゲームに選出された。8月9日のカンザス・シティ・ロイヤルズ戦でメジャーデビューを果たした。初打席は夕頃に倒れたが、第2打席で三塁打を放った。翌日にはルーク・ホッチェバーからメジャー初本塁打を含む二本塁打を放った。 2013年は開幕から2番3塁手としてスターティングメンバーに定着。オールスターまでのシーズン前半の96試合で39本の2塁打を放ち、r w ッ p の樹立したシーズン672塁打を更新すると期待されたが、最終的には51本に終わり記録更新はならなかった。さらに前半戦では打率317本。 45打点等の成績を残し、この年のオールスターゲームに初めて選出された。その後も全試合に出場していたが、9月23日のタンパベーレーズ戦で7回表の打席において一塁ベースを駆け抜けた際に、左膝靭帯を損傷し退場した。10月14日、内側室外大体靭帯の再建手術が成功理に行われ、 復帰までには半年ほどが見込まれていることが発表された。この年は三類種として、守備率97、973 35、355放四42、閉殺などで、リーグ最高の数字を残し、初のゴールドグラブ賞を受賞した。また、プラチナゴールドグラブも受賞している。二千十四年三月十一日に、オリオールズと五十一万九千ドルの一年契約に、 合意した。6月8日のオークランドアスレチックス戦で、アスレチックスの選手にめがけて、バットを投げ、乱闘騒ぎとなり退場処分を受け、MLB より5試合の出場停止と罰金の処分を受けた。8月11日の試合で、ショートモロを打った際に右膝を痛め、同13日に故障者リストに入れられた。同十七日に受けた手術が成功し、二千十五年シーズンの スプリングトレーニングでの復帰の見込みとなった。2015年は、レギュラーシーズン全162試合に出場し、アメリカンリーグ最多となる713回打席に入った。打撃面では、自己最高の打率、286.35本塁打と、自己最多の86打点を記録。他には、オールスターゲームの一員に選出されて、打点を記録した。 2016年は開幕戦から16試合連続安打を記録するなどして4月の月間 MVP に選出された。6月7日のロイヤルズ戦でヨーダのベンチュラに内閣攻めされ、自打席で支給を受けたのをきっかけに殴りかかり乱闘となり退場処分を受けた。6月9日に MLB より4試合の出場停止処分が課せられ、 異議申し立てを行ったが却下され、処分が確定した。この年は前半戦で打率、318.19本類が53打点と打ち、ファン投票でオールスターゲームに選出された。最終的には前年を上回る打率、294.37本類が96打点という成績をマーク。総類面では初めて投塁数例に終わった。 オフの12月5日に第4回ワールドベースボール、クラシックのドミニカ共和国代表に選出された。2017年開幕前に選出されていた第4回、WBC に参加。開幕後は4月21日のボストンレッドソックス戦、2塁へのスライディングでダスティン・ペドロイヤを負傷させて、批判を受けた。本人は恋ではないと発言し、ペドロイヤにも連絡を取ったが、後の試合で、 マット・バーンズやクリス・セールから報復を受けそうになった。しかしマチャードに支給が当たることはなかった。5月10日には球団史上初となる25歳未満での通算270本長打に達した。8月は3本の満塁本塁打を放つなどして月間 MVP に選ばれた。最終成績は打率259.33本塁打95打点だった。 守備面ではリーグで2番目に多い14失策をしたが、ゴールドグラブ賞の最終候補に残った。2018年は、本来のポジションである遊撃手に転向した。前半戦を打率、315.24本塁が、65打点の高成績で折り返し、オールスターゲームに選出された。ロサンゼルスドジャース時代2018年7月18日に、 1>, 1対5のトレードでロサンゼルスドジャースに移籍した。背番号は8。8月9日のコロラドロッキーズ戦で通算1000本安打に到達した。移籍後は66試合に出場し、打率273.13本類が42打点だった。シーズン全体の成績は打率297.37本類が103打点だった。 ポストシーズンの NLCS 第4戦では、夕頃に倒れた際に、対戦相手である、ミルウォーキーブルワーズの一塁手、ヘッス・アギラルの足を蹴り、乱闘寸前の騒ぎを起こしたことで罰金を科された。ワールドシリーズ第5戦では、最後の打者になり、チームは敗れた。ポストシーズン全体で打率、213と、あまり活躍を見せれなかった。 2019年2月19日にサンディエゴパドレスと10年3億ドルの契約で合意し、背番号はオリオールズ時代と同じ13。今シーズンからは三類種としてプレーしていたが、声優劇撃手のフェルナンド・タティス・ジュニアが故障者リスト入りすると、再び遊撃を守った。6月15日のコロライド・ロッキーズ戦で審判に抗議して退場させられ、 その後の処分をめぐって審判団と MLB が対立する騒動になった。156試合の出場で32本類が85打点をマークしたが打率2割5分6輪はキャリアワーストだった。走攻守の3拍子揃った大型遊撃種。ドラフト当時アレックス・ロドリゲスと比較された超有防株。部。メジャー昇格後は JJ ハーディとの兼ね合いから三塁を守っていたが、そのハーディが2017年オフに FA となり、そのタイミングで本人がコンバートを希望したことから、2018年シーズンは本来の遊撃手としてプレーした。ありがとうございます。